皆様、昨夜からのご旅行大変お疲れ様でした。あと6分ほどで終点札幌です。降り口は右側5番ホームに到着いたします。忘れ物の内容を支度してお待ちください。台風14号の影響によりまして列車32分ほど遅れまして終点札幌の到着です。列車遅れましたことをお詫びいたします。札幌からのお乗り換えの列車をご案内いたします。小樽普通列車は1番ホームから10時5分です。琴仁、ハッサム、手稲、ね、銭箱方面小樽普通列車10時5分、1番ホームです。その後小樽快速エアポート同じく1番ホームから10時14分です。止まります駅は琴仁、手稲、ね、小樽筑港、南小樽、小樽の順です。小樽駅の快速エアポート10時14分1番ホームです。岩見沢駅普通列車は8番ホームから8分です。白石、大麻、江別方面岩見沢駅普通列車は10時8分8番ホームです。旭川駅の L 特急スーパーファイタロー7号8番ホームから10時ちょうどです。旭川行きスーパーホワイトロー7号駅は岩見沢、美梅、砂川、滝川、深川、旭川の順です。10時ちょうど8番ホームです。学園都市線愛の里公園行き5番ホーム10時19分です。新琴仁、篠野方面愛の里公園行き10時19分5番ホームです。網走行きのオホーツク3号をご利用のお客様は札幌駅10時ちょうど旭川駅のスーパーホワイトロー7号にご乗車ください。網走行きのオホーツク3号をご利用のお客様は駅スーパーホームをご利用ください。旭川駅にてオホーツク3号がお待ちしております。今日は寝台特急北斗星1号をご利用くださいましてありがとうございました。私はお客様が降りますとすぐ回送列車になります。忘れ物ないようお荷物、もう一度お確かめください。なお札幌では一番後ろ1号車ホームにかかりません。そのためドアも開きませんので1号車にご乗車のお客様は恐れ入ります。2号車より前側のドアをご利用ください。まもなく終点札幌到着です。忘れ物ない荷物もう一度お確かめください。